桑流のミステリーサイドでした。で次はですね、引き続きなんですけども、パンクサイドと、これ同じ台本で、同じセリフで同じ役者で、今から次あと1時間後ですね、パンクサイドというものをやります。はい、どれだけ変わってるかって今のちょっとまあたまに入れつつ、次15時からですね、見ていただければと思います。で、今からですね、すいません、今回このミステリーサイドで、今日帰られる方はすいません、気をつけてお帰りください。ありがとうございました。ちょっと出ていただきます。ちょっとクリーンルームに変えます、ここに。